って考える。でもそれを考えようとすることがもう親孝行なのかもしれない。子供の頃たまに家族で外食、いつも頼んでいたのはチキンライス。豪華なもの頼めば二度と連れてきてはもらえないような気がして、親に気を使っていたあんな気持ち、今の子供に理解できるかな。今日はクリスマス、街は賑やか、お祭り騒ぎ、七面鳥はやっぱり照れる、俺はまだまだチキンライスでいいや。貧乏って何って考える、とこへこんだ分だけ笑いで満たすしかなかった、あの頃。昔話を語り出すと決まって、貧乏自慢ですかという顔するやつ、でもあれだけ貧乏だったんだ、せめて自慢ぐらいさせ。最後は笑いに変えるから、今の子供に嫌がられるかな。今日はクリスマス、街は賑やか、お祭り騒ぎ、七面鳥はやっぱり照れる、チキンライスでいいや。今なら何だって注文できる、親の顔色を気にしてチキンライス頼むことなんて今はしなくてもいい、好きなものなんでも頼めるさ。酸っぱい湯気が立ち込める向こう、見えた笑顔が今も忘れられない。今日はクリスマス、街は賑やか、お祭り騒ぎ、愛的持ってこい、でもまあ全部食べきれる。